田中幸一1月29日から1970年9月5日は日本のプランナー、画家、書家、福岡市博多川端町の陶磁器店に生まれる。名前は田中の誕生日から5日後に亡くなった福沢幸一にちなんで付けられた。16歳で父を亡くし、絵画を特集する。1928年福岡日日新聞社に入社。 新聞記事につけるスケッチを描く仕事であったが、その後企画広告部門に移った。太平洋戦争終結後の1945年、西日本新聞社の強度再建活動案として、西鉄福岡駅付近に商店街を建設することを企画。これをもとに新店長が誕生したとされる。1961年1月に西日本新聞を定年退職し、 その後は広告代理店の西広、大広に勤務した。この時期、1961年2月に、節分の串田神社に、おたふくめんを福くぐりとして設置したのをはじめ、博多祇園山笠での集団ん店、串田神社の常設山笠、太宰府天マングルの曲水の縁など、地域の祭事について、企画提案を行い、実現させている。 1970年、69歳で成去。企画奥の手1961年赤文館2013年4月、博多町やふるさと館、戦後の福岡、博多を元気にした、アイデアマン高等無謀文化財、田中幸地店1987年7月、RKB、朝の情報ボックス広告イベントのパイオニア田中、幸地2005年1月 NHK、 福岡一番星、新日本気候2015年7月 RKB、豆ご飯福岡 VS 北九州今夜決着。偉人対決2020年4月 KBC、温故知新九州スピリット福岡のアイデアマン、田中幸吉2016年2月アクロス福岡、情報誌、アクロス、福岡クリエイター人物列伝、田中幸吉。ありがとうございます。